ようございます。2月16日木曜日のメッセージです。あなたはそれでいいのです。誰かと比べることなくあなたらしくいていいのです。あなたにしかない宝物を授けています。あなたの中にある神性に気づき発動してください。天はそれを心から望んでいます。あなたの神性が動き出した時、天は味方し、すべてが成就します。それを心待ちにしていてください。ミカエルより。質問です。神性を発動させるとはどういうことですか？そこにあるのは思い込みです。思い込み、勘違い、気のせいを発動してください。それがチャネリングです。それがあなたの肩書きです。思いっきり勘違いと思うような自分のなりたい姿を言葉にして肩書きを名乗ること、それが成功への道です。恥ずかしさを捨ててください。なりきればいいのです。いつしかそれが叶います。それでいいのです。それがいいのです。幸運を祈っています。ミカエルより。ミカエル、ありがとう。今日も素敵な一日をお過ごしください。また会おうね。サンキュー。